お願いいたします。ただいまご紹介いただきました株式会社総通の伊豆原でございます。本日は実物大観音仏像の最終日に本当にたくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本セレモニーの主催者としてまた日曜プロジェクトの一員として一言ご挨拶をさせていただきます。先ほど映像でもご覧いただきますようにこの7年半の間潮風公園で415万人、静岡ホビーセンターで160万人、このダイバーシティ東京に至っては来館者延べ7000万人超という、本当にたくさんの方にこの立像を間近で体感していただくことができました。その中にはガンダムを知らなかった方、また映像をご覧になっていない方、そしてたまたま買い物に来た方も多く含まれていたと思いますが、この立像がガンダムを知るきっかけになったことと思います。そしてこのダイバーシティは外国の観光客の方がたくさん訪れる場所であり、ガンダムというキャラクターを海外に発信する拠点となりました。実物大ガンダム立像の果たした役割というのは計り知れないものがあり、ご尽力いただいた関係者の皆様、またファンの皆様に熱く御礼申し上げます。またダイバーシティ東京で立像を設置したのと同時に7階にガンダムフロント東京という常設のエンターテインメント施設をオープンいたしました。こちらも累計で約100万人の方に有料ゾーンにご来場いただき、よりガンダムの世界観というのを体感していただくことができました。何分ガンダムにとって初めての常設のエンターテインメント施設ということもあり、至らない点や不慣れな点も多々あったかと思いますが、現場のスタッフ、それからファンの方のご協力により無事営業を終了することができそうです。先ほどの田口社長の話と重なって繰り返しになりますが、実像のプロジェクトもまたガンダムフロント東京のプロジェクトもこれで終了ということではなく、新しいプロジェクトに向かってリスタート、リニューアルをしてまいります。内容については後ほど発表がありますが、まずはもともとこれほど長く立っている予定ではなかった実物大ガンダム立像にご苦労様というねぎらいと、それから関係者の方、ファンの方に感謝の言葉を伝える場としてこのセレモニーを開催させていただきました。実物大ガンダム立像は本日で終了となり見納めとなりますが、ガンダムフロント東京は4月5日まで営業しており、現在ラストシューティングキャンペーンを絶賛開催中でございます。メモリアル展、それから VR といった企画を行っておりますので、引き続きガンダム実像を体感していただければと思います。本日は簡単でございますがご挨拶に返させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは引き続き株式会社サンライズ代表取締役社長宮川康雄よりご挨拶申し上げますとともに、新プロジェクトについてご説明申し上げます。それでは宮川様、よろしくお願いいたします。私、いくつか、間違えてはいけない発表をしますので、ちょっと原稿を見ながら、お話をさせていただきます。私からはですね、実物大ガンダム立像に続く、新プロジェクトの発表を
我々はですね、2017年、秋を目標に、実物大ユニコーンガンダムの実像を、成果に貢献していきたいと思います、このユニコーンガンダムなんですが、2010年からですね、映像展開しました、機動戦士ガンダムユニコーンに出てくる、主役のモビルスーツです。で、このチープロジェクトの話をいただいて、たくさん、いろんな方とお話をして、何の機体にしようかというふうにかなり、悩みました。で、ユニコーンなんですが、ユニコーンにした理由がいくつかございますので、ですね、まず、このRX78 に続く、宇宙世紀のものであるということが一つ、それから、ユニコーンガンダムは、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、小説からスタートしてですね、映像展開と同時に、ブルーレイを売ったり、ネット配信をしたり、非常にチャレンジな、ことをしました。で、やはり、我々常にガンダムはですね、チャレンジを、忘れてはいけないので、ユニコーンを作るということがですね、かなり、エポックメイキングな、作品であるということを加味して、ここに、実物大のですね、ユニコーンを作ることにしました。まあ、結果的に、国内外のお客様にですね、たくさんのお客様に、ご支持をいただいておりますので、ぜひぜひ2017年秋にはですね、ここにユニコーンガンダムが出しますので、ご期待ください。で、ユニコーンガンダムなんですが、ひしくもですね、ユニコーンとの一角獣で、番組の中というか作品の中に、可能性という言葉がたくさん出てきます。で、可能性の、象徴ということでユニコーンが出るんですが、そのような意味でも、我々はですね、宇宙に住むことの可能性、人と分かり合うことの可能性、それから人の持つ可能性をですね、この場でですね、皆様に、アピールできればというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。もうあと2つほどございます。同時にですね、大橋、東京プラザ7階にはですね、2017年7月を目標に、株式会社バンダイが、ガンダムベース東京をオープンします。これは、ガンプラを中心としたですね、世界で一番大きな、機関店になる予定ですので、ぜひご期待ください。それから、この後ろにあるガンダム立像ですが、これはですね、今やっております、2019年20年に向けてやっておりますガンダムグローバルチャレンジ、これにですね、予想を新たに、進化した形で、出したいというふうに考えておりますので、本日でですね、公開の、を最終日とさせていただきたいと思っています。ガンダムシリーズは、常に、新しい可能性を求めて、チャレンジをし続けてまいります。ぜひぜひ、またここにですね、ユニコーンが立ちますので、秋には皆様とですね、この場でまたお会いできることを、楽しみにしております。ありがとうございました。それではこの後ステージではピアノ三重奏による機動戦士ガンダムスペシャルメドレーをお送りさせていただきます。編曲はシリーズ最新作機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズの音楽に携わっております横山勝様によるものです。曲名は愛戦士巡り合い飛べガンダムの3曲です。編曲担当の横山様よりコメントをいただいておりますのでご紹介させていただきます。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズまで至る機動戦士ガンダムシリーズの歴史は38年にもなります。誰もが聞いたことのあるファーストガンダムの楽曲、その重さを感じながらピアノ三重奏にアレンジしましたということでございます。どうぞ皆様楽しんでお聴きいただければと思います。では準備が整いますので今しばらくお待ちください。